総武本線。総武本線は、東京都千代田区の東京駅から、千葉県銚子市の銚子駅を結ぶ、東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、幹線である。このほか、東京都墨田区の錦市町駅で分岐して、お茶の水駅に至る支線、いわゆる総武観光線、小岩駅、新小岩信号場駅から分岐して、金町駅及び、越中島貨物駅に至る。 貨物支線を持つ。電車内や駅構内の旅客案内場は主に、千葉駅から、銚子駅の区間がこの名称で呼ばれる、工実。なお、鉄道洋欄や JR の事業基本計画上は、近視町駅お茶の水駅間となっているが、東京駅近視町駅間開業以前の起点の、お茶の水駅には、現在も0キロポストが存在する。東京都の都心から東へ伸び、 そのベッドタウンである、千葉県西部の各都市、同県の県庁所在地であり、政令指定都市である、千葉を通り、同県最東端の調子へ至る路線である。東京と千葉県北東部の各地を結ぶ特急列車が全線を通して運行されているほか、都心から成田国際空港へアクセスする特急、成田エクスプレスが等路線を経由している。千葉駅伊勢は、 電車特定区間に指定されており、区間外よりも割安な運賃が適用される。このうち近視町駅千葉駅間は、各駅停車の電車が走行する総武観光線と、快速電車や特急列車が走行する総武快速線が並行する線路別複々線となっている。この区間は、総武線と呼ばれることが多く、総武本線と呼ばれる場合は、特急列車は全線。 ローカル列車は、千葉駅鳴る東駅、岡怪千葉駅、銚子駅間を指すことが多く、JR 東日本ウェブサイトの路線案内においても、そのようになっている。ただし必ずしも統一されておらず、車内の路線ネットワーク図や、発車表、駅の時刻表などでは、千葉駅伊東も、総武線と表記している場合もある。なお、鉄道要欄においては、全線通して、総武線となっている。 貨物支線を除く全線が旅客営業規則の定める大都市近郊区間の東京近郊区間及び IC 乗車カード、追加の首都圏エリアに含まれている。なお、本線を名乗る JR 線の中で線内全ての旅客駅で IC カードが使用可能なのは総武本線のみである。また、本線を名乗る JR 線の中で全線が大都市近郊区間となっているのは 九州旅客鉄道 JR 九州の地区方本線と、道路線の2路線のみである。千葉駅伊では、路線案内に用いられる、ラインカラーとして、黄色、が用いられている。東京駅曝露町駅間、秋葉原駅お茶の水駅間、新近線花町駅構内は、JR 東日本東京支社、それ以外は、同社千葉支社の管轄となっており、曝露町駅錦市町駅間、 浅草橋駅秋葉原駅間、新小岩信号場駅金町駅間に死者境がある。なお、越中島支線の越中島貨物駅は千葉支社所属駅となっているが、構内には東京支社が管轄する東京レールセンターが置かれている。ここでは、総武本線の線路及び沿線の外境について記す。快速線側の起点である東京駅では地上駅より、 丸の内側にある1972年完成の総武地下ホームに発着し、同駅以南の横須賀線、東海道本線地下線線路との直通が可能な構造になっている。同駅を出ると、東京都心部の地下を北東へ進み、新日本橋駅から幕路町駅付近まで国道6号の直下を通る。両駅間では東京メトロ、日比谷線小伝馬町駅と交差しているが、 総武快速線に駅は設けられていない。曝露町駅を過ぎると東へ向かい、隅田川の下をくぐり、両国駅付近で地上に出る。一方、観光線は直通運転を行う、中央本線との接続駅、お茶の水駅から高架上を東方向へ向かう。中央本線、中央線快速の上下線に挟まれる形で、 同駅を出ると、中央本線と分かれて神田川を渡り、東北本線、山手線京浜東北線、上野東京ラインとの交差地点にある、秋葉原駅へ。続いて、首都高速1号上野線をまたぎ、市街地を進むと、国道6号との交点に、浅草橋駅がある。そして隅田川を渡り、首都高速6号向島線をくぐると、両国国技館を呼び、 東京都江戸東京博物館の最寄り駅、両国駅に至る。同駅には観光線ホームの他に、快速線につながっている列車ホームがあるが、現在は定期列車では使用されていない。両国駅からは、快速線と観光線による複々線区間が始まり、千葉駅まで沿線は、住宅密集地が延々と続く。また、海側、南側には、国道14号、 京葉道路一般道区間が並行する。観光船、快速線間の最初の接続駅となっている。錦糸町駅は、快速線、横須賀線列車の留置線を併設しており、また東京スカイツリーの南に位置している。錦糸町駅を出ると、海側、南側から、単線の総武本線支線、越中島貨物線が近づき、観光船の亀戸駅。 同駅から発着する東部亀井戸線が内陸側、北側へ離れていき、同時に越中島貨物線が本線をまたいで北側に並行して5線となると、国道14号から離れ、カーブして北東方向へ進路を変える。旧中川を渡ると、平井駅、ついで首都高速中央環状線をくぐり、荒川、中川を渡ると、快速停車駅の新小岩駅に至る。 新小岩駅を過ぎると、左側の貨物線上に新小岩信号場駅の線路群が広がる。関7通りをくぐると、同信号場より、総武本線支線、新近貨物線が内陸側へ分かれていき、また海側線へも貨物線が交流する。新中川を渡り、小岩駅を過ぎると右へカーブして、今度は東南東にまっすぐ進む。内陸側に、 再び国道14号、千葉街道、さらにそれを挟んで、京成本線が並行し、江戸川を渡ると、東京都から千葉県へと移り、同県最初の駅で、快速停車駅でもある、市川駅に至る。市川駅を過ぎると、線路はしばらく直線が続き、快速線を走行する列車は、時速 120km、特急は、 時速130キロメートルの最高速度で運転する。国道298号をまたぐと、観光線は都営地下鉄新宿線と接続する元八幡田駅、ついで下宇佐中山駅と続き、海側から東京メトロ東西線が近づくと、武蔵野線、京葉線との交点に位置する西船橋駅に至る。メトロ東西線と直通運転を行う。 東洋高速線も接続する主要駅だが、総武快速線は停車しない。西船橋駅を過ぎると東西線からの短絡線が、観光線に合流し、進路を東に変える。国道14号と京成本線が海側へ移り、続いて内陸側から東部の打線が現れると、快速停車駅の船橋駅。南口側には、ペデストリアンデッキやロータリーを挟んで、 京成本線の京成船橋がある。同線が一旦総武本線に接近してから右に、カーブして海側へ離れ、東船橋駅を過ぎると、今度は南東へ向かう。国道296号、成田街道をまたぎ、海側から観光線の車両基地、旧奈良市の電車区間の引っ込め線が合流すると、快速停車駅の津田沼駅に至る。同駅は観光線快速線とも、 車両基地が近接する運行拠点の一つとなっており、周辺には千葉工業大学や新京成線の新津田沼駅が立地する。津田沼駅を出ると逆 S 字型にカーブを描く新京成線をくぐる。まもなく京成本線が総武本線をくぐって成田方面へ向かって離れていく。代わって海側には京成千葉線が千葉駅まで並行し、 幕張駅までは、総武本線のすぐ隣を通る。しばらく進むと、千葉市に入り、快速線の上下線の間に、車両基地、幕張車両センターが広がる。一方、その横の観光線には、幕張本郷駅があり、京成千葉線の京成幕張本郷駅が、同一構内にある。JR の駅と京成の駅が同一構内にある。例は、数少ない。 幕張本郷駅の先で、京葉道路、有料区間をくぐり、さらに東京千葉間及び、中央、総武観光線唯一の踏切である花立踏切を通過すると、幕張車両センター構内が終わり、観光線から京成千葉線が離れる。京成幕張駅を見送ると、幕張駅。幕張の中央部で発展している、幕張新都心からは少し離れている。 東方向に進路を変え、新県民側駅を過ぎ、再びカーブして、南南東方向へ進路を変えると、東関東自動車道をくぐり、快速停車駅の稲毛駅。さらに直進し、千葉大学の西側では、快速線上に、クロスナ信号上が、観光線上に、西千葉駅が位置する。西千葉駅を過ぎると快速線の線路が、総武本線東千葉駅、成田線。 方面と外房線、内房、線方面の2本に分岐。そして千葉県内各線のジャンクションである千葉駅に至る。観光線は、この千葉駅で終点となっている。千葉駅は、総武本線と外房線との分岐地点上に位置する Y 字型の構造となっている。総武本線は、同駅構内からほぼ90度左にカーブし、桜駅までは、 伏線となって北東へ進む。千葉駅を出て、カーブを終えると右側に並行していた千葉都市モノレール2号線を、くぐり、国道126号と交差する手前に、東千葉駅がある。そのまま、マンション群の中を直進で進んで、国道16号と京葉道路をまたぎ、北西側からモノレール2号線が再び寄り添うと、津賀駅、道駅を過ぎると、 陸上自衛隊士も静中駐屯地の西側を過ぎて、千葉市から4、道市に移り、緩やかに右にカーブしたところに、四街道駅がある。道駅周辺には、愛国学園大学をはじめとする学校が立ち並んでいる。ここまで沿線は住宅地が続いたが、四街道駅を過ぎると沿線は一変して、田畑が広がるようになる。東関東自動車道をくぐると、物井駅。 駅周辺は田畑だが、駅西側には、住宅街がある。田園地帯を進んでいくと、トンネルを抜け、カーブして、東方向に向きを変えると、成田線との分岐駅である、桜駅に至る。総武本線はこの先終点の長子駅まで単線となる。桜駅を出ると、伏線の成田線と 2km ほど平行。国道51号と交差後に成田線は、 北側に離れて行き、総武本線は南東の雑木林の中を進む。単線区間最初の駅、南四水駅は、丘陵地帯の谷間に位置し、市街地からは離れたところにある。道駅を出ると三度東関東自動車道をくぐり、平野部にある、江ノ木戸駅、八幡駅へ。八幡は、下佐大地上にあり、地盤が固く、 標高も高いため地震や水害に強いと言える。この辺りまでは東京のベッドタウンであり、住宅が多い。三部市に入ると千葉県道76号鳴門止水線と並行して再び丘陵の間を進んで、日向駅を過ぎ、首都圏中央連絡自動車道をくぐって、新道を東方向に変えて平野部に出ると東金線が分岐する鳴門駅に至る。 鳴る駅からは国道126号と並行し、南東の太平洋に面した九十九里浜から5キロメートルほど離れた平野部を進んで長州を目指す。鳴る駅を出て、東金線が南方向へ分かれていくと、左にカーブして北東方向へ。沿線は田園地帯が続き、朝日駅手前では線路の方向が東向きに変わる。朝日駅を出ると、 国道126号が南側へ分かれ、調子駅の手前にある松木駅までは、丘陵地帯の合間をカーしながら進む。この区間の飯岡駅倉橋駅間にはトンネルが一箇所存在する。松木駅で成田線と合流すると、国道356号と利根川に沿い、市街地に入ると、総武本線の終点、調子駅に至る。同駅では、 長子電鉄線が接続している。総武本線を走行する優等列車は、下記の特急列車が運転されている。詳細は、各列車の記事を参照。成田エクスプレスが運行開始するまでは、外房線直通の、我が潮屋内房線直通の、さざ波も当線、総武快速線経由で運転されて、いたが、以後は、京葉線開浜幕張、蘇我駅経由となった。 電車特定区間である東京駅、お茶の水駅千葉駅間は1972年、昭和47年の複々線化により、快速線と観光線に分かれ、東京駅経由で快速線を走行する快速電車、総武快速線、案内所は横須賀、総武線快速とお茶の水駅を経由し、観光線を走行する各駅停車、総武観光線、案内所は 中央、総武線各駅停車の2系統に分かれている。1981年、昭和56年に、金糸町駅千葉駅間が完全複々線化されて、以降は、両社の線路、車両、ダイヤもそれぞれ独立したものとなっている。快速電車は、東京駅金糸町駅で、地下線を走行し、東京駅南は、東海道本線、品川駅武蔵小杉駅鶴見駅間は、 通称品、鶴線を経由して、横須賀線と直通運転を行っている。旅客案内などでは、東海道本の区間も含めて、横須賀線と称されるほか、総武本線も含めた千葉駅と総武本線、成田線、鹿島線、伊南、外房線、内房線に直通する列車もある。黄色帯の電車で運行される、各駅停車は、錦市町駅から、 お茶の水駅方面への支線へ乗り入れ、早朝、深夜を除いて同駅から中央本線の三鷹駅、夜間の一部は武蔵小金井駅、立川駅まで直通するが、千葉駅以南、伊藤への乗り入れは設定されていない。また平日の朝夕には、西船橋駅で東京地下鉄、東京メトロ東西線から観光線津田沼駅に乗り入れる電車もある。 千葉駅等では普通、快速、通勤快速の3種別が設定されている。普通列車は、朝日駅長子駅間と、成田駅マイナス、松岸駅長子駅間の区間列車を除きすべて千葉駅に乗り入れるが、東京方面千葉駅伊勢へは乗り入れない。逆に、快速、通勤快速列車は、臨時列車を除き、すべて千葉駅伊勢の快速線、多くはさらに、 横須賀線に乗り入れる。快速、通勤快速列車は、桜駅から、先の成田線直通成田駅、成田空港駅発着列車桜駅発着の列車が、ほとんどで、桜駅を越えて、当線を走行する列車は、朝の成田東発の快速上り1本と、夜間の成田空港、成田駅とその折り返し、桜駅、成田駅間は普通列車のみである。なお、千葉駅。 桜駅間及び、松岸駅長子駅間は、成田線内、沢原駅、香取駅経由、鹿島線、鹿島神宮駅発着、あるいは、桜駅松岸駅間で成田線を経由する列車も、乗り入れている。日中は次のような列車が1時間に、各1本程度運行されている。千葉駅長子駅間の普通列車は、当線、成田線経由とも、最大8両編成で運転されている。 夜間留置を目的にして、朝日駅長子駅間の列車や横芝駅発着の列車も設定されている。横芝駅発着に関しては2010年3月12日までは始発のみの扱いで到着は回送列車であった。1975年3月10日のダイヤ改正で、千葉駅長子駅間に1日1往復設定された快速。朝に上り、夜に、 下りが運転され、当初の停車駅は、千葉駅、四街道駅、桜駅、八街駅、鳴門駅、松尾駅、横芝駅、八市城駅、朝日駅、飯岡駅、松岸駅、銚子駅だったが、1978年10月2日のダイヤ改正で、津賀駅、日形が停車駅に追加され、1981年10月1日の、 ダイヤ改正で普通に格下げされる形で廃止された。貨物列車は、金町駅から新小岩信号場駅、桜駅間で運行される。しかし、総武本線の駅を発着する定期貨物列車は設定されていない。2014年3月改正時点では、東海道貨物線東京貨物ターミナル駅及び、武蔵野線越谷貨物ターミナル駅から、 鹿島臨海鉄道鹿島臨港線上須駅へ向かう高速貨物列車1往復ずつ常磐線隅田川駅から京葉臨海鉄道千葉貨物駅へ向かう高速貨物列車1往復東海道貨物線川崎貨物駅から千葉貨物駅へ向かう専用貨物列車1往復が総武本線を経由する専用貨物列車はコンテナ車のほか 発破ぱ車やタンク車が並結されることもある。かつて、成田空港への本格パイプラインが稼働するまでの間、航空燃料を千葉港から空港まで輸送する列車が総武線を経由していた暫定輸送。新小岩信号場駅越中島貨物駅間は、定期貨物列車は運行されていないが、レール輸送用の臨時専用貨物列車が日曜日を、 のぞきさん往復運行される。すべて電車で運転されている。1872年、明治5年に、日本最初の鉄道が、新橋駅横浜駅、現在の桜木町駅間に開通し、その後、1884年、明治17年に、日本鉄道会社が、上野駅高崎駅間に、民営鉄道を開業して、良好な営業成績を下けたことなどを受け、 明治10年代後半に全国的な民営鉄道建設ブームが起きた。千葉県内でも鉄道敷設の機運が高まったが、当初は資金面から馬車鉄道の計画が多かった。千葉県内では1886年、明治19年頃から蒸気機関車による鉄道建設の運動が始められ、1887年、明治20年11月に、 サワラの犬ヌー県の城らが発起した竹、総鉄道会社と、鳴門の安井道ミらが発起した、総集鉄道会社が、相次いで創立の申請を行った。しかし、当時は、従来からの水上交通の実績に対する評価が、高く、また、利根運河の改削も決まったばかりだったため、千葉県知事であった、船越守が、 鉄道不設に対して慎重になり、両者に対し計画の本意や合併を流してきた。総州鉄道は、東京都知事を通じて、正式に出願し、これに対し船越知事もやむなく、武装鉄道を内閣に進達したが、とね、江戸両川の水運が支弁である上に、この地方の状況は、鉄道不設を必要とするほど発展していない、などとして、結局却下さている。 常日の経験から、競り願いの不利益さを悟った両者の発起人は、合併を協議し、発起人に、利根川水運の株主であった、県会議長の池田英介などの有力者を加え、1889年、明治22年1月に、総武鉄道株式会社を創立した。会社名称は、和佐の国、下宇佐の国と武蔵国を結ぶことにちなむ。総武鉄道は、 翌2月に災害を申請した。この時の出願では、トネウンガとの共同を避けるとともに、陸軍の指示が得られるように、河野台、津田沼、桜等の軍営所在地を通る以下のルートを採用し、その使命に軍事輸送と政府開墾地への輸送を掲げていた。総武鉄道の狙い通り、陸軍営所を通過し、傭兵場にも便利であるとする陸軍省の意見が決め手となり、 1889年、明治22年4月に仮免状が交付され、同年12月に、小岩桜館の免許状が降りた。ただし、計画の一部変更などにより、工事着手は1893年、明治26年8月となる。なお、1892年、明治25年に交付された、鉄道布設法で、東京府下付より、千葉県か千葉、 桜を経て調子に、イタリル鉄道及び本線より分岐してきさらずに、イタリル鉄道が将来建設されるべき鉄道として指定された。この頃になると、ルートの候補地となった各地域で様々な鉄道誘致運動が行われるようになる。なお、千葉県各所、船橋、千葉、桜、芝山、飯岡、茂原、流山等で、 鉄道反対運動が行われたと言説が市町村市や小学校副特本などで取り上げられることがあるが、当時の文献や記録にこれらを裏付けるものはなく、単なる鉄道危機伝説であるとされる。1894年、明治27年7月20日に市川駅、桜駅間が開業し、千葉県内初の鉄道となる。直後の8月1日に日清両国で、 戦布告がなされ、早速日清戦争での兵員輸送に活用された。同年12月9日には、江戸川を越えて、本所、現在の近視町に達した。総武鉄道は、1897年、明治30年5月1日に鳴島まで、同年6月1日には長島まで延伸され、桜駅で成田鉄道との連絡も実現する。両国境から、 都心部への延伸は1899年、明治33年に本所秋葉原間の免許を得、1904年、明治37年に両国橋、現在の両国までへ延伸され、ここを都心側のターミナルとした。両国橋駅を利用する旅客はすでに開業していた路面電車、後の都電に乗り継いだ。なお、この当時は貨物扱いも両国で行い、 ここから隅田川などの周運を利用して物資が東京市内へと運ばれ。1907年、明治40年、鉄道国有法により、買収、国有化され、関節鉄道の総武本線となった。鉄道開業により、総武本線の沿線には、住宅地の拡大が、両国から徐々に東側へ向けて始まった。また、1912年、 大正元年に最初の区間が開業した京成電気軌道、現在の京成電鉄とは東京船橋千葉の都市間輸送で競合するようになり、東海道本線からは少し遅れたが総武本線の近代化に向けた取り組みが始まった。ただし、1923年、大正12年9月1日には関東大震災で両国周辺で多数の犠牲者が出る惨事も起きた。 復興計画が立てられる中、1926年、大正15年には、常磐線と連絡する、貨物支線、新近線、1929年、昭和4年には、東京湾岸に近い同木川駅への支線、後の越中島支線が改良し、旅客と貨物の分離が進められた。震災復興をきっかけとして都心部への延伸が進められ、1932年、 昭和7年7月1日には、お茶の水駅両国駅間が延伸され、同区間で電車の運転を開始した。これにより、総武本線は東京都心部で他の国鉄線と連絡するようになった。以降、1933年、昭和8年3月に市川まで、同年9月には船橋駅まで電化区間が延長され、中央本線中野駅まで観光電車として、 直通運転を実施するようになった。1935年、昭和10年には、千葉駅までの電化が完成した。以後、総武本線は、千葉駅を境に、住宅地が広がる地域で通勤系電車が頻繁に、運転される、お茶の水駅方面の西側と、農村や漁村を、蒸気機関車牽員の客車列車が結ぶ、銚子駅方面の東側に正確が2分差だ。 第二次世界大戦末期の1945年、昭和20年3月10日、沿線で米軍による無差別爆撃、東京大空襲が実行され、一夜にして約10万人が死亡し、両国、金糸町、亀戸などの各駅には多くの被災者が被した。また、アメリカ軍が九十九里浜に上陸する日本侵攻作戦が予測され、日本軍は 本土決戦に備えた結合作戦により、総武本線で大量の軍事輸送を行ったが、同年8月15日に日本はポツダム宣言受諾を発表し、沿線での大規模戦闘は回避された。戦時中の国士並びに、食糧難による買い出し客の殺到や、資材不足により、終戦直後の総武本線が置かれた環境は、劣悪であった。当初 GHQ は、 国鉄の車両改善予算を承認しなかったが、両国駅で総武本線の木造客車を視察しその余りのボロさに行転した担当官が即座にこれを認めたと言われる。その後、被災地域の復興や高度経済成長による東京都市圏の人口急増により、地倍制が複線電化、千地倍島が単線非電化という総武本線の輸送事情は逼迫した。 暴走方面の国鉄の鉄道路線は、1953年、昭和28年に、機動車化モデル線区に選定され、キハ17系が、集中投入されてある程度の近代化が、進展していたが、電化の進展は1968年、昭和43年までは、総武本線のお茶の水駅、千葉駅までに過ぎず、他の路線は、非電化の状況であった。千葉、 放送方面において、機関車牽引でない、電車は、中央観光線に直通す、総武線国電、お茶の水駅から千葉駅までの各駅に、停車都市鉄である、京成電鉄の路線だけであり、それ以外は、蒸気機関車やディーゼル機関車が走る、関東でも電化整備の遅れた地域であった。そのため、新たに発足した日本国有鉄道、国鉄は1964年、 昭和39年に決定した通勤を、方面作戦の重要な一部として、総武本線の輸送力増強に着手した。その中核として、国鉄初の本格的な都市内地下鉄道になる、東京近市長間の新線建設を含む東京、千葉間の快速線建設が決定された。一方、千葉駅移の近代化も徐々に進み、通勤路線としての性格が強まり、 1968年、昭和43年3月28日に、総武本線、成田線の千葉駅、桜駅成田駅間の電化が完成し、同年7月13日に、千葉駅木更津駅間の電化が完成。同区間に電車が走れるようになり、同年10月1日のダイヤ改正から中央線の中野始発で、成田駅、木更津駅へ毎日1時間に1の2本程度、 総武線電車快速が走り始めた。国電区間内の停車駅は、中野駅、中央観光線内各駅停車お茶の水駅、秋葉原駅、両国駅、新小岩駅、市川駅、船橋駅、津田沼駅、千葉駅で、車両は、各駅停車と同じく、カナリアイエロー色の101系電車を使用していた。ただ、この快速電車は、 秋葉原駅千葉駅間の所要時間は40から48分だったが、対比駅不足が災いして、利用客には不評だった。この改正から、お茶の水駅千葉駅間に、夜間下り2本のディーゼル快速列車が運行を開始した。これは、新宿駅まで到着した上り急行列車の千葉機動区への回送列車を客扱いしたもので、当時としては、画期的な発想だった。 途中停車駅は、秋葉原駅、両国駅、船橋駅で、快速列車なので当然特別料金は不要であり、1971年10月12日付の交通新聞の公表の回送利用快速機動車、毎日満席のモテブリと題した乗りるポには、車両の間合いによっては、キハ28型などの冷房車が充当され、急行列車なので、座席もボックス型で、 ゆっくりと座って帰れるので国電と比べると天国なとどり利用客には大変好評であったことが記事に記載されたこの列車は当時1年間限定の運転予定が1972年7月の福々線化の前日まで運転されたまたこの列車はホームライナーの元祖といえるものでこのアイデアは1984年の東北本線の ホームライナー大宮で復活している。1972年、昭和47年7月には、東京駅錦市町駅の地下トンネル区間及び、津田沼駅までの複々線完成により総武快速線が開業した。これにより、起点が、お茶の水駅から東京駅に変更され、新設された東京駅の地下ホームからは新たに、設定された房総方面への特急列車が、 発着した。一方、総武鉄道時代から東京と千葉東を結ぶターミナルとなっていた両国駅は、急行列車の発着は残されたものの、その重要性が大きく低下した。1974年、昭和49年には、調子駅までの電化が完成し、東京からの直通電車特急、使用際の運行が開始された。その後、1980年、 昭和55年には、横須賀線との直通運転、SM 分離が開始さ、1981年、昭和56年には、千葉駅まで複々線区間が延長されて、当初の計画は完成した。これにより、国鉄による輸送は高速化され、国鉄は、東京船橋、千葉の都市間輸送で、京成電鉄より優位に行った。また、1969年、 昭和44年には、A 団地下鉄、現在の東京地下鉄東西線が、西船橋駅津田沼駅間に乗り入れ、特に通勤輸送で、総武本線、中央、総武観光線の負担を大きく軽減していた。さらに、右与曲折を経て1978年、昭和53年に新東京国際空港、現在の成田国際空港が開港すると、総武本線と成田線は、 京成電鉄を保管する鉄道アクセスルートとなった。なお、福々線化にあたり、成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律、成田財特法による補助金のかさ上げの適用を受けている。このような状況で1987年、昭和62年の国鉄分割民営化を迎え、総武本線は施設保有と旅客輸送が、 JR 東日本貨物輸送が JR 貨物へ承継された。ただし、銚子漁港からの船魚、醤油輸送がトラックに切り替えられて、銚子駅新生駅の貨物線が廃止されたように、総武本線での貨物輸送量は減少していた。総武本線の大部分を管轄する国鉄千葉鉄道管理局民営化後は JR 東日本千葉支社では、 分割民営化に反対する国鉄千葉動力者、労働組合、千葉道路の勢力が強く、1985年、昭和60年11月29日に、千葉道路が実施した、分割民営化反対ストライキの際にはこれを支持する、革命的共産主義者同盟全国委員会、中核派により、国連同時手発ゲレラ事件が発生した。特に、浅草橋駅は、 国鉄職員を含む約120人の中核派グループにより破壊、放火された。分割民営化後も千葉道路は JR 東日本との対決を続け、特に千葉駅伊藤ではストライキによる列車運行の停止が年をこった。総武本線を受け継いだ JR 東日本は総武本線の改良を続け ATSP の設置を進めた。また、当初は 貨物線船で計画していた、京葉線を旅客営業兼用に転換し、国鉄末期の1986年、昭和61年の第一期区間開業に続いて1990年、平成2年に東京駅乗り入れを実現させた。内房線外房線直通列車は、定期特急の大半と快速の一部が、総武本線、快速線から破線に移行し、 乗客の転移もあって、総武本線、快速線の過密緩和に役立った。1991年、平成3年には、成田新幹線の施設を転用した、成田空港旅客ターミナルへの鉄道乗り入れが、実現し、総武本線、および成田線では、空港連絡特急、成田エクスプレスの運行が始まって、アクセス路線としての重要性を増した。ただし、 1985年以降の東、関東自動車道の延伸により、高速バス、鹿島号、犬江号、舎ネライナー号、麻生号、東京八日市場線の運行が拡大されると、使用などの成田エクスプレス以外の特急列車は、本数削減や一部区間の普通列車化が行われ、総武本線、及び成田線、鹿島線は、東京都線県北東部、 茨城県南東部を結ぶ都市間輸送で劣勢に立っていることが明確となった。2000年、平成12年の運輸政策審議会答申第18号では、2015年までに整備すべき路線として新浦安、京葉線船橋津田沼間の新線建設、船橋津田沼間は三副線間が提唱された。千葉方面からの総武本線の列車は津田沼から新線に乗り入れ、 新浦安から京葉線経由で東京駅へ、あるいはこれも2015年を整備目標とする新宿、三鷹方面への延伸線に向かうことが想定されていい。また、新木場から新浦安間の建設、福福線化と新木場からの東京臨海、高速鉄道、臨海線乗り入れも明記されたが、運営会社の JR 東日本は、この建設計画について、 まだ正式な発表を行っていい。元は本線だった、錦市町駅お茶の水駅間の支線も含めて、記述する。ここでは、駅名と使用駅のキロほどのみを列挙する。内は、起点からの営業キロ。かは、貨物専用駅を表す。小岩駅から新小岩信号場駅間は、本線と重複。内の数字は、起点からの営業キロ。詳細は、 各視線記事を参照五、5. おさむき